どうもブレイカーズでーす。ボーカルの大吾です。ギターの秋出です。ギターの新平です。はい、ということで今日もはいはいちょっとトークさせてもらうんですけど、はい、もしも音楽がなかったらというテーマで今日はちょっとやらせてもらいます。ということで新平、もしも音楽がなかったら。そうっすね、うん、まああんま考えたことなかったですけどね、うん、多分、ジムのインストラクターかな、俺がやってるのは。あ、そう、ジムで。いやなんかね、人になんか教えるの結構好きだし、うん、何よりやっぱりもう筋肉がね、うん、俺にとってのマブダチですから。今でもできんじゃないの、ね、音楽やりながらでもやってみたら新しい。新しいっすね、うん、やっちゃいなよ。で、その定時に終わったら、うん、バンドに行くと。そう、別に間に合わない時こっちやってるから頑張って。いやいやね、うん、まあ全然、うん、あ、なんか新兵人形とか立てて。いや立てないけど、立てないんだ。なんとなくやってるから。いや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 、頑張って。マジっすか、うん、ちょっと今度履歴書出してきますね、うん、ジムのインストラクターはい、はい、やってるということ、はい、なるほど。え、じゃあ秋出さんは。俺小さい頃の夢が、あの芸能人のマネージャーになりたいって。マジで？書いてたんですよ。だから、うん、多分マネージャー業、もしかしたら大吾くんのマネージャーとかやったかもしれない。いや、アキレさん向いてないね。向いてない。絶対向いてない。あれ、気が利かないとね、仕事的にね。気が利かないっていうか、気が利くんだけど、なんつうの、自然に気が利く人とさ、無理して気が利く人と二手にいる。わかる。なるほど。俺は後者。そう、アキレさん無理して気を利かせてるタイプだ。じゃあ向いてないね。一応そんな風になりたかったなって思い出します。なるほど。マネージャーね。マネージャーなりたかった、ね、そこは面白いっすね。芸能人じゃなくて、あえてマネージャーなりたい。なんか理由あったんですかね、その時には。なんかね、多分ね、そういうなんか裏方の仕事が結構好きだった。マジ、なんか好きなさ、アイドルがいたとかそういうのじゃないんだ。その頃はでも逆にサンバルカンとかそういうのが好きだったからね。マジで、あんまりそういうのなかったかもしれない。サンバルカン好きだからやっぱ俺らも3人組になったってことかな。あ、そう、キレンジャーもいるしね。なるほど、うん、完全にキレですね、俺。なるほどね、うん、な、そんな意味がありましたね。おぉ、深いね、うん、深い。深いですか。深いか、うん、めっちゃ深い。ほんと、大吾さんはどうすか。俺ね、うん、もしも音楽がなかったら、なかったら、まあ、やっぱり、はい、こう音楽っていうものがねないっていう状況が、まあ、俺にはこう想像できません。おお、ビシッと言っちゃうとね。ビシッと言っちゃうと、ね、ビシッと言っちゃうと想像できないですよ。できないんだ。音楽がないっていう状況がね。状況がね。うん。いや、分かんないんだけど。だけどやっぱこうなんつうの、音楽ってものはさ。